リニエールイコールブトンは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、メーヌイコールエイコールロワール県の旧コミューン。この農村コミューンは、ボージョワ地方に属し、ノワイアンの南西に位置する。県で最も人口が少ないコミューンである。2016年12月15日、周辺の13のコミューンと合併し、コミューン・ヌーベルである、ノワイアンイコール・ビラージュとなった。 傍女は地方東部にある、アンジュのコミューンである。コミューン南側はオシオン、川谷とロワール川谷に囲まれ、西は、サルと川谷に囲まれている。地名には古い綴りが存在する。862年には、リネリアズ、18世紀に、リニニアーズ、19世紀に、ロニエール・ボートン、その後リニアーズ・ボートンとなった。コミューン名称の起源はリネリアーズであろう。ロニエルとは、 繊維製品製造の原料であるアマの畑を意味している。ボートンはリニエールに依存していたかつての軍事的要所の名である。同じリニエールを関するコミューンとしてサンジョルジュとリニエールがある。トゥールのマルティヌスに依存する教会、または礼拝堂が862年にこの地にあったことが証明されている。アンシャンレチーム時代、ボージェのセネシャルカンク、アンジェシュ教座。 ブルグイユの死祭長に属していた。フランス革命後に地方行政区画が再編され、1790年にムリエルヌ・オゴーリエその後のワイアン・オゴーリとなった。1800年にボージェ軍となり、1926年にはソミュール軍となった。参照元1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。 1999年まで、イヘス、カジニー、2004年以降、INSEE 農業活動は、農場の急激な減少にもかかわらず、コミューンで重要な活動である。コミューンで生産される、アペラシオンの農産品は、以下のものである。ありがとうございます。